チャオ、あちゃんです。ちょっとね、朝から用事で出てて、今帰ってきてんけどね、今2時過ぎたところです。2時15分です。あちゃんのお昼ご飯、この前買ってきたね、もうすぐめんどくさくなって、汁なし1位3連覇、名店部門、2016から19、TRY ラーメン大賞名店部門、味とイズム、ピザ味混ぜそば。これ食べてみたいと思います。これ、まるちゃんやねんけど、TRY トライ、トライラーメン大賞、トマト、チリパウダー、チーズの風味を効かせたピザ風混ぜそば。まずピザ大好きやしね。ちょっと食べてみたいと思います。どこで買ったかな？ドンキやったかな？どっかで買ったん？多分ドンキやったと思う、これをね、食べてみたいと思います。汁なし部門名店1位らしいんでね、ぜひぜひ食べましょう。ちょっとね、もう寒かったのもあって、ちょっと頭痛がすんねん。開けてみましょう。まずね、入ってるのはね、カヤック、液体スープ、粉スープ。京都になんかあれて、京都山科に関西最大級の無印ができんねんて。へえ。なんか脂っこい匂いがするね、これ。何が入ってんのかな、よくわからんけど、入れましょう。火薬。今ね、5分よなんで。ちょっとね、動画も作らん。なんでここかってる。今日見て誰もおらへんね。ガランとしてんのに、なんでここ座ってんのかって。ちょっとね、あれを作るの、動画を作らんのかね。ね、これか、あれこれじゃないな、メインこれ。よいしょ、何者じゃない、サムネイル、この後そのうん、昨日のね、ケーキの、動画やねんけど、OK。写メ撮ったやつをね、ちょっとあれしてんの。もうそろそろお湯沸くと思うよね。今日朝からパンね、ちっちゃいパン食べたでしょ。あれ2個食べて、で3個残ってて、ひかに食べって言ったら、1個食べてんけど、なんかもうちょっとがっつりしたの食べたいっていうから、いつものハンバーグ入ったやつ焼いて入れますね。ハンバーグ入れた、ハンバーグサンドみたいなの作ってって言うから、ハンバーグサンド作ったね。ならパン2個食べてから、ハンバーグ、じゃあパン1個食べて、でハンバーグサンド食べて、でその後もう1個残って、もう食べられへん、食べといてって置いてきて2個食べないけどね、これだけ置いてあるから、まあ、まあ、置いといて、帰ってきてからあげてもいいし、昼間田中さんで食べてもいいし。 A3 タイマー4分はい、4分からカウントダウンします。まあ5分やからね、4分で、1分余裕見て蒸らす、なっちゃいつもそれね。無印って座ったりできるからいいよね、なんかね、イケアもそうやけど、すごいな。冷蔵庫持ってんのよ。山科にあるのか、行こうかな。山科やったら2時間、2時間ぐらいかかるかな。あんまり無印買わへんなっちゃう。なんか無印ってね、無駄を省いて安くっていうイメージがあっちゃん中にあってん。
1回ね、1回というか、あそこにできた、イオンモールにできたから見に行ったら、意外と値段高かったから、こんな殺風景なんこんな値段するのかと思って、それから買ってないんやけど、なんか視聴者さんが結構無印好きな人って教えてもらったけど、それよりも質を重視してるからいいのあるよって、ね、食べ物なんかすごい美味しいよとか言われて、で、ちょっと一回無印買おうかなと思ってね。確かになんか、ね、靴とか、今お姉さんが服着てんねんけど、でなんか茶色みたいなセーターと、あっちゃんよく履いてるあのアイボリーみたいなあのマキシっていうかロングスカートやねんけど、ちょっとこうキュッと合わせになってて可愛いの履いてんねん。値段がどうかわからんけどね。なんか無印ってあっちゃんの中でイメージでね、間違えてんのかな、間違えてんねんけどね、確実に100均とかみたいにコストカットして安く作ってるものっていうイメージやって無印っていうぐらいやから、うん、無印無名みたいなそんなイメージやってんけど、そうじゃないみたいでね、のまっちゃんのあの感なんていうの、その記憶違いっていうの確かにシンプルはシンプルやね、おもちゃ、子供のおもちゃなんか木削ったみたいなおもちゃばっかりで、すごいオーガニックっていうか、いい使ってんねやろね、材料ね。いた、こっちこっち。めっちゃマイバッグ。でもこういうのってね、テレビって取材依頼したら結構させてくれたりするけど、 YouTuber で取材依頼とか撮影させてとか、こういうお店ってあんまり快く受けてくれへんかったりするね。だからなかなかね、行ってもね、買ってきたよっていう紹介できてもお店紹介ができへんから、店内撮影できたらいいけどね。お互いにウィンウィンやと思うんだけどね、店内撮影。確かにスーパーとかで値段のね、その値段を知られるってどうのこうのっていうのはあるかもわからんけど、そういうところもね、結局ではそんなシャンでもスパイは出てくるしね、やねんけど。確かに高いな、みんなも。ということでね、ちょっとお湯捨てみましょう。すごい、お惣菜もあんねん。すげえ。あ、食べられんねや。あ、火薬ちょっと出た。穴が大きいぞ。火薬先入れたかのか。火薬入れようって。火薬がね、何粒か出た。ダメじゃん。穴が大きすぎるじゃん。ダメなとこはダメって言います。はい。何でもかんでもね、褒めるっていうのはダメなんで、ダメなものはダメですっていう。何かというと、こういうね、この火薬の大きさ見てね。この火薬の大きさ、穴を見てね、どっちが大きい出るわな。はい。何ぼかね、この赤いのが出た。まあいいけど。でここに液体ソースを入れます。どこで破れるの、破るとこがない、破れません、破れません。どこで破れた、破り口がない。で、よう見たら縦に、だいたい横に切れるようになってるけど、縦にギジャギジャがあるの、そこで切れました、はい、赤いね。ホットチリと、多分これトマトソース、ピザソースちゃうかな、さっきに油、赤い油が出て、その後トロンとしたのが出たから、麺太めやね、結構。これを混ぜます。これを混ぜた後、粉スープ
島スープもね、こう縦ギザギザ、こっちはギザギザで、こっちにこっちは何もないんだけど、ここは切れなさそうやね。ギザギザで切れるみたい。これは何やろ、なんか、ああ、チーズ、チーズ、チーズの香り、チーズが入ってないけど、チーズの香りが入ってる感じ。これを混ぜます。はい、できました。誰か来た。はーい。あ、はーい。よいしょ。宅急便さん、冷蔵の、あの、ものが送ってきた。またこれ、次の動画、次、今日の動画でそう紹介します。では、いただきます。あ、匂いはね、ピザって感じ。いただきます。おいしい。美味しいよ。ちょっとチリ邪魔かな。うん、美味しいよ。チリがちょっと邪魔で、油っこいね。油そばか、混ぜそばか、分からんけど、ちょっと油っこいの。味がね、ちょっと薄い。トマトの味が思ったほど濃厚じゃなく、ね、ちょっとね、なんやろ、ピザじゃない。うん。何やろな。悪くないで。あの、まずくもないし、嫌いじゃない。でも、ちょっと。これが優勝か。3年連続。へぇ。まあ、本物とは違うかもわからないけどね。うん。うん、ちょっとね。なんかが欲しいな。太麺やからソース絡んでんのにソース感が薄いね。あとトマトの甘みと酸味がちょっと薄いんかな。だけどね、追いチーズをします。チーズが欲しい。チーズが、チーズ感全然ないね。チーズじゃなくチーズフレーバーやから、チーズの風味はするけどチーズ感ないからチーズ入れます。これ溶けへんかったから早めに入れてね、混ぜときます。もう冷めてしまったら溶けへんのでね。口入れすぎじゃん。野菜とか売ってんねん、無印で。一ネギみたいな。うん。うん。美味しいな。考えたこれ、まっちゃん昔焼きそばでトマトソースと、カットトマト缶とニンニクでね、焼きそばをオリーブオイルとニンニクで、
オリーブオイルにニンニクの香り入れて、そこで焼きそば炒めんねん。で、トマト、カットトマト缶でバーッと混ぜて、で塩で味しめて、で最後チーズ絡めて、ピザ焼きうどんってやつ、焼きそばとか焼きうどんって、焼きうどんが多かったかな、そうだからね。それもうちょっとね、トマトの味が濃いんやけど、そのトマトの味がちょっと薄いからね、近い方、もうちょっとトマトきつい方がいいかな。トリュフオリーブオイルをちょっと、トリュフの香りが。うまっ。うまっ。やばい、トマト欲しいな。もうちょっとトマトが欲しい。トマト缶ね。トマト感が薄い。トマトじゃチリが勝ちすぎてんね。うん、チリ余計やわ。人それぞれね、もちろんあっちゃんの中ではね。ケチャップ足すかな、甘なるかな。ケチャップ主張するからな。ピザソースの方がいいかな。チーズのコクが出て美味しい。チーズは良かった、うん、もうちょっとトマト缶欲しい。取ってくるか。トマトジュース酢、リコピン自治のトマ、トマトケチャップ、ピザソース、ちょっといろいろ試してみましょう。まずあーちゃん的にね、トマトが増したいんだけど、からトマトジュースを飲んで口の中をトマト感にして、うん、美味しいけど後から飲んだ方がいいかな。麺食べたらトマト感が消えてしまうね。やっぱこのソースの味、デミソースみたいなのに近いかな。どっちこうかな。ケチャップいきます。ケチャップをちょっと入れて、ちょっと量が多いな、これお腹いっぱいになってきた。美味しいけど甘い。ピザソース、イサギのペオちゃん、お高っ。確かにええ魚やねんけど、決まった。なんで最後にピザソースを持ってきたか。あっちゃん中ではもう出来上がってたよ。邪道を持ってきて、トマトジュースでいくと、最初飲んだ瞬間口の中がトマト感になるね。麺食べたらトマト感が消えてしまうの、味が濃くって。でその後でソース系の味がとチリの味でトマト感を消してしまう。でその後トマトジュース飲むと、今度トマトジュースの味だけになってしまう。洗い流してしまってさっぱりしてしまう。でトマトケチャップいくと、確かにトマト感も合わせないけど甘みが強すぎんねん、うん、だから嫌いじゃない。もう一回やってみようか。嫌いじゃないけど、トマトはね、トマトでケチャップはね、ちょっと甘みが強すぎて、
甘みが強すぎてね、甘みが勝ちすぎて、甘みが口の中から消えたら今度ソース感が残ってくるね。ピザソースかけるとね、結構一体感、ソースに一体感が出て、食べた後ね、ソースの味が出てきれへんねん。うん、酸味と甘みとハーブの香りが、バジルも入ってるやろこれ、ピザソースって。だから食べ終わった後も麺のソースの味が、チリソースとかちょっと濃い、何とも言えへん、そのピザじゃない濃い味が中和されて、いいピザ感がすごい出た、うん。だからほんまにね、3年連続チャンピオン、ごめんやねんけど味変えさせてもらいました、うん。トッピングはピザソースと、市販のピザソースと、まあ自分で作ったピザソースでもいいけど、ピザソースと、チーズ、うん。で、とろけるチーズはね、もう冷めてきたからとろけんくなってくるから、トッピングするんやったら最初、まあ、できたすぐにトッピングして混ぜてしまうか、そうか、パルメジャーノレッチャーノチーズで風味出すか、どっちの方がいいと思う。めちゃくちゃ美味しい。追いチーズがね、なんか固まってんのよ。美味しいピザ。でもこれが好き。パン残したパンちょっと食べたくなってきた。もうお腹いっぱいやねんけど、麺だけで十分やけど、パン好きやから。あ、やっともた。甘いパンやった。チーズかなと思ったら。クリームパンだ。クリームちゃうんだけど、ほんのりクリームがついて甘いパンだ。なんかね、ピザに焼きそば食べたら、もう十分炭水化物でお腹いっぱいだけど、パンが食べたくなるね。ピザ風焼きそば作って、ピザ焼きそばパンとか作ってほしいからね。うん。美味しい。うん。美味しい美味しい。完食しました。完食しそうそうね、パンで。うん、安心、幸せ。はい。最後、トマト酢、トマトジュース酢で味を締めると、口の中がすごいさっぱりするの。美味しかった。ごちそうさまでした。今回、ちゃんが食べたのは、ドライラーメン、そば、汁なし部門、3年連続1位の、ピザ風混ぜそば。待ってね。
味とイズムのピザ風、今日はピザ味混ぜそば、美味しかったです。もうちょっとトマト感あったかな。まああーちゃん足したから美味しくなったんかもわからへんけど、もはや元のもんじゃないね。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ということで今日のあーちゃんのお昼ご飯、ピザ風、いやピザ味混ぜそば、よかったよと思ったら高評価を、アレンジよかったよと思ったら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。美味しかったよ。